はい、セドエスチャンネルの一宮です。おはようございます。おはようございます。先日徳島の方にセドリに行ってきたので、そちらの動画を皆さんにお届けしようかなと思います。徳島地方編は結構、まあ、評価良かったんで。そうですね、まあ、田舎とか地方でやってみてくださいっていう声も多いんで、これからも多めに多めに地方多めにやっていきましょう。では早速本編の方に。やるわけね。行ってみよう。はい、一店舗目到着しました。本日は徳島県の方を回っていきたいと思います。眩しいな。眩しいっすね。前が全く見えないです。はい、行こうか。とりあえず一店舗目頑張って利益上げていきます。それでは早速行ってみよう。はい、前高さん、利益商品紹介お願いします。はい、以上です。ドルチャンネルガッパーノの V ネックのニットになります。じゃあ見てほしいのが、まあ、2800円で仕入れね。まあ、めっちゃ安くて。で、まあ、ハイブラで安い。まあ、これだけで反応する理由になるんですけど、かつ、例えばこの裏にタグついてるんですね。ドル側の。で、このハイブラって共通しているのが、こういうブランドロゴだったり、そういうのが、この服についてるだけで値段上がってくるんで、無地のものよりそういう、ビタだったら LV が、バンってある方が値段上がります。で、こちらもそういう観点でリサーチしてみたんですけど、同じじゃなくて、アップデータがこちらになるんですけど、まあ、一番似たのでこれ。で、こちらが無地の商品なんですけど、まあ、無地で1万5000円で売れてるんで、で、これ仕入れが2800円なんで、まあ、間違っても赤はない商品になるかなと思って、まあ、計算としても1万5000円で売っていってくれると思うんですけど、これ以上では。1万円で下振りして売れたとしても、大体5200円ぐらい利益取れるかなと思うので、じゃあ仕入れていこうと思います。はい、紹介ありがとうございます。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらです。高級ブランド、ヘルノのダウンジャケットになるんですけど、モンクレールとかカナダグースに続いて人気なブランドになってくるんですけど、こちらですね、仕入れ金額が7800円というちょっと驚きの価格でちょっと反応したんですけど、で使ってる素材がこちらポーラテックっていうモデルになるんですけど、こちらでちょっと メルカリリサーチかけたところ、こちらですね、同じデータなかったんですけど、安い順でこう全体表示で見たんですけど、2万5000円で、一番安いデータで売れてたりとか、まあちょこちょこちゃんと売れてるんで、まあさすがに4万円とかで売れることはないと思うんですけど、ちょっと状態考慮して、1万5000円ぐらいでは最低でも売れていくと思うんで、1万5000円から2万円ぐらいで見ると、え、時期で4000円、700円。どれだけ下振れしても抜けると思うので、こちら仕入れていきます。うまくいけば、まあ5000円から9000円ぐらい抜けると思います。じゃあ仕入れていきます。はい。1点目目、仕入れ終わりました。2点。そうですね。紹介した2点になるんですけど、大体見込み利益として下振れしたら1万円。うまくいけば2万円ぐらいの利益になります。2個で。2個で。熱いね。まあ、ダウンとニットなんで、もう全然これからの人にバンバン売れていくんで。しかもここ結構前にナンバーナイン。そうですね。紹介したんですよ。まあ、なかなか良かったです。激アツ？激アツです。まあ、全然ないけどね。商品差はなかったですけど。2点ですけど、まあ、1万から2万ぐらい取れたよって。じゃあ次行こう。はい、次の店舗頑張っていきます。はい、2店舗目到着。はい、頑張って利益商品上げていきたいと思います。どじで暗いがよ。暗いですね。まず1店舗目の仕入れは3時ぐらいからスタートしたんで、急いで回らないと、押し張っちゃうんで頑張って、さっさと回って利益商品上げていきたいと思います。それでは、行ってみよう。はい、前高さん、利益商品紹介お願いします。ザラのダウンコートです。反応者線としては、ザラでダウンコート。仕入れが2530円。で、結構安いっていうのと、このファーム付いてる商品で、ザラのダウンコートって、まあ、相場の下ラインが5000円ぐらいって覚えてもらったらいいんで、まあこれ、ミスっても赤じゃない商品で、この場合商品で、マスドラさんが売ったんですかね。8500円で売れてるデータだったり、同じもので1万円で売れてるデータもあるんで、まあ、間違いなく利益取れる商品です。で、まあ、このシーズンで買い手も多分早いですし、仕入れも安いんで、初心者さん向けの商品になります。まあ、下振れした8500円で、まあ、計算して、最終的に4000円ぐらい商品になります。仕入れできます。はい、紹介ありがとうございます。はい、今回こちら、オールドコーチのビジネスバッグになります。まあ、タンロックついてて、じゃあ、それだけもついてるんで、2Wayの、よくかなり需要の高い商品になるんですけど、仕入れ金額が、1890円ですね。で結構、角すれとか、まあ、底面とかも汚れたりとか、
こうとか縁とかも汚れてるので、まあ、どうかなと思って調べたんですけど、こんな感じでちゃんとリペアすれば2万以上で売れてくれた。だったり、ちょっと高いものだと2万7000とか。ちょっと出品が雑な感じでも1万9000以上で売れてるんですけど、今回こちら仕入れません。理由としては、利益はまあ7000以上抜けるんですけど、どうしてもこの汚れの箇所が多すぎて、リペアにかなり時間がかかってしまうので、初心者の方で全然リペアができるのであれば、一商品に割く時間、ちょっと割いてもいいっていう方は全然仕入れていいと思うんですけど、今回はちょっと時給換算的にあんまり効率が良くないので仕入れません。でもまあ、利益は抜ける商品なので紹介しておきます。爆撃商品見つけました。ありがとうございます。そうなんですけど、サンローランの、サンローラン。超ハイブランド、サンローラン。はい。の、ショートピーコートですね。で、こういうときに、レザーの装飾だったり、ボタンとか、ついてるような、結構高値要素あるし、珍しい商品になるんですけど、こちら仕入れが、14,190円。で、サンローランのこういう系のコートで、2万切ってるものって、まずリサーチしてみたらいいと思います。だいたい3万とか4万とか、絶対売れてるんで、その、T シャツとか、薄手のニットとか、そんなんじゃなくて、こういう、しっかりした、コート類は調べてみてください。で、例えばメルカリで調べたら、まあ、同じやったら1件しかなかったんですけど、こちらで4万5千。おぉ。即売れしてます。で、これ仕入れが、14,190円。で、4万5千円なら2万5千円ぐらい。で、まあ、下振れして3万。2万5千から3万で絶対売れると思うんで、3万で計算しても、1万2千ぐらい取れるかなっていう。まあ、絶対入れるんで、仕入れていこうと思います。はい、爆撃商品紹介ありがとうございます。はい、来ました。はい、初心者の方におすすめの商品見つけたので紹介していきます。こちらです。まあ、これからの時期売れていくチェスターコートっていうところで、まあ、仕入れ金額。990円で、ジャーナルスタンダードというブランドになるんですけど、まあ、シルエットもとても綺麗で、清潔感のあるシルエットで、素材なんですけど、ハミルトンウールという素材を使ってます。普通のウールってどちらかというとちょっとゴワゴワした素材になってくるんですけど、ハミルトンウールはとても肌触りも良くて、割と軽い商品になるので、割と人気があるんですけど、ちょっと同じデータはなかったんですけど、今までの経験的に、まあ、5000円以上では売れていくので、最低でも2500円以上取れていって、しかも、これからの冬の時期、回転も早いんで、おすすめの一品です。こちら、仕入れていきます。はい、有機商品見つけたので紹介していきます。こちらです。カーハートのダックベストになります。カーハートって本当に古い系ファッション好きな方から大人気のブランドなので、まあ、あれば、今一度リサーチして知識として入れていくのをおすすめしてます。仕入れ金額が、5390円ですね。仕入れ金額もそこまで高くないということで、仕入れ選べてみました。安いものだと11500円ぐらいのデータあるんですけど、ほとんどが12500円だったり、13000円、14000円とかで売れてたので、1万から1万5000円ぐらいの間では売れていくんじゃないかなと思うので、間ちょっと12000円で売れていくと、まあ、だいたい一撃4000円ぐらい利益取れるので、こちら仕入れていきます。まあ、どれだけ全て1万円ぐらいで売れたとしても、まあ、3000円近く利益抜けるので、こちら仕入れていきます。はい、仕入れ終了しました。4点仕入れたんですけど、仕入れ数はそんなないんですけど、見込み利益がどれだけ下振れしても2万円。うまくいけば3万5000以上取れました。十分ですね。そう、サンローラン扱ったね。そうですね。あれが跳ねたら。そうですね、うまいこといけば。あれだけでワンチャン4万の感じ。そうですね、もう仕入れ代はあいつだけでペイ入れたからですね。じゃあもう早くらいき、次が。そうです、次の店舗頑張っていきます。行ってみよう。はい、3店舗目到着です。はい。寒い。ああ、寒いね。寒いし、真っ暗やし、早く、させと、やろうか。やりましょう。はい。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらです。バーバリーと三洋商会がライセンス契約が切れた際に、三洋商会がそのまま続けたブランドが、ブラックレーベルクレストブリッジになります。で、反応した理由が、うっすら見えてるこちらのメガチェックと、内側もしっかりチェック入ってるというところ。で、まあ状態もかなりいいので、備品だったので、チャックとかもかなり綺麗な状態であったので、リサーチしていきました。仕入れ金額が11,990円。で、こちらで調べると、目立った傷や汚れますと、未使用に近いの状態で絞って出てきたのが、またこの時代に26,800円のデータと、25,000円のデータあったので、2万円で売れた場合、5,000円の利益になるので、こちら仕入れていきます。はい、前田さん、利益商品紹介お願いします。はい、こちらです。モンクレーの S サイズの、まあ、キルティングのダウンジャケットになります。C が18,900円。
で、まあ、反応した点としては、まあ、文句で茶タグっていうところと、茶タグはまあ白タグよりは高級な方のラインになってくるんですけど、こちら特徴としては、まあ、ロゴが入らない。このボタンとか、ブルーにはつくんですけど、で基本的にここについてるじゃないですか。ああいうのがつかないっていうのは茶タグの特徴になってきて、まあちょっと高級感のあるようなデザインになるんですけど、で、しかかつキルティングってとこで、仕入れがこの金額なんで安いなと思ってリサーチしてみました。色違いのデータで2件だけあって、部分22,600円のデータと、23,000円。まあ、こちらが色近いようなもんなんで、まあ、これぐらいの相場、だいたい22,000円の相場だと思うんで、まあ、下暮れしても18,000円から、まあ、上行ったら22,000円、23,000円ぐらいで売れていくと思います。まあ、下暮れした18,000円で計算しても、まあ4,000円ぐらい。で、まあ23,000円とかで売れたら、まあ1万弱ぐらい取れると思うんで、こちら仕入れていきます。はい、紹介ありがとうございます。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらです。トムサデモードのラムレザーのテーラードジャケットになります。これ仕入れ金額が1760円ですね。覚えておいてほしいのが、ラムレザーのテーラードジャケットとかって、このメンズに人気な商品なんですけど、こういった商品は30代とか40代のヤフオク層に人気なので、ヤフオクで販売していくことをお勧めします。で、ヤフオクでデータを見たところ、ですね、類似商品で1万1000円のデータだったり、このように2万以上で売れてるデータもあったんですけど、まあ、どれだけ下振りしても7000円から1万以上では売れていくと思うので、これ7000円で売れた場合、ヤフオクは手数料をね、ごめんなさい、送料がかからないので、どれだけ作っても4500円ぐらい。利益取れて1万円で売れた場合、だいたい7000ぐらいの利益が取れるので、こちら仕入れていきます。1週間で売れて、まあ、赤は絶対ないこの1760円という金額なので仕入れていきたいと思います。はい。仕入れ終わりました。合計3点仕入れたんですけど、見込み利益として、1万3000からまあ2万2000ぐらいですね。すべてもまあ1万3000ぐらいって感じ。もう今日終わり。今日も終わりましょう。もう時間も時間なんで。ちょっと3店舗になっちゃったんですけど、まあでもそれなりに紹介はできたかなと。何個ぐらい仕入れた？仕入れは合計9点しました。3店舗。少ないね、2人。ちょっと少ないですけど。まあそれなりにまあ、利益は取れたんじゃないかなと思うので、最後帰ってちょっと集計結果を発表したいと思います。では。ではまた、後ほど。はい、本編いかがだったでしょうか。では、早速、本日仕入れてきた商品が、こちらです。じゃあ合計お願いします。はい。それではまず、総仕入れ数が9点で、仕入れ金額が58,353円。見込み利益として4万円から8万円ほど取ることができました。今回、また徳島行ってたんですけど、まあ良かったのはやっぱり、僕が好きな、タイト両国。もうレディースラインですけど、なんかブランドごとに商品が分かれてるんで、まあ見やすいっていうのと、まあハイブランが割とあるようなイメージ。あとまあなんか、ゲーセンあるんで、誘惑もあります。今回もちょっとだけやりましたね。おしゃがちゃは当たる気がせんけど。そうですね、おしゃがちゃやられんすね。あれ500円でシール買うんですか。まあ、やっぱりこのドルガバが良かったかなっていう。この店舗、ドルガバと、テルノのダウンを仕入れましたね。ドルガバやけど、3000弱ぐらいやった気がします。これもテルノのダウンが、まあ、7,800円ぐらい。まあ、8,000円いかないぐらいで仕入れたんで。まあ、セカストはまあ、サンドランとか、カーハウ。まあ、結構、取れたんじゃないかなと思います。地域がでかい商品で今回は多く取れたんじゃないかなと思います。そうです。でもまあ仕入れも結構かかったと思うんで、1個あたりの金額がちょっと高かったから。まあ地方なんでやっぱり車ないと結構厳しいんで、まあ地方に限らずですけど、それだけだったらやっぱ車持って、やっぱおすすめはアクアで、燃費いいんで。そうですね。ガソリンに無駄な経費かけたらもったいないんで。ハイブリッドのおすすめです。大量に仕入れにはちょっと向いてないと思いますね。まあでも1日で満タンになること、それを仕入れたらすごい。まあまあそうですね。それが仕入れたら。じゃあまあ、いいでしょう。こんな感じで。はい。今回は。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。本日は最後までご覧いただきありがとうございます。テドレス公式 LINE にご登録いただくと、アパレル転売に関する有益な情報や、実際に仕入れて販売した販売データなど、様々な情報発信をしております。
これから副業を始めてみたい方であったり、今副業やってるけど、あまり利益が出てない方、利益は出てるけど、これ以上もっと伸ばしていきたい、起業したいだとか、脱サラしたいだとか、そういった方に向けて、コンサルティングの方も行ってます。コンサルティングについて気になる方や、何かご質問等がある方は、概要欄の方から LINE の方を追加していただいて、ご質問してください。Zoom にて無料面談会を始めておりますので、ぜひ公式 LINE からお問い合わせください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。本日は最後までご視聴ありがとうございました。